2016年8月2日、韓国ハンギョレ新聞によると、韓国ソウルの在韓日本大使館前の平和の少女像、慰安婦像の扱いが、日韓慰安婦問題の争点の一つとなる中、韓国では慰安婦像を新設する動きが広がっている。特に、日本からの解放を祝う光復節の祝日があるこの8月には、海外を含め10カ所で新たな慰安婦像が除幕される予定だ。韓国挺身隊問題対策協議会挺隊協は、2日、6日のオーストラリアシドニーを皮切りに、8月だけで国内外10カ所で平和碑慰安婦像の除幕式を挙行すると明らかにした。この10体は、すべて在韓日本大使館前の像を制作した彫刻家夫婦の手によるもので、他の作家の協力による他地域の像も加えると、数はさらに増えるという。このうち、シドニーで除幕される像は、日本、米国、カナダに続く海外で12番目の像。これ以外の9体は、韓国国内で除幕が予定されており、地方自治体や議会の関与による設置箇所もあるものの、大部分は、地元の市民らが募金などにより設立を推進したものだ。これまで国内40カ所、海外11カ所に設置されている慰安婦像だが、新設の動きは14年11カ所、15年23カ所と、ここにから3年で急速に拡大している。挺隊協は、光復節、15日を含む8月1から16日を慰安婦を思う週間と位置づけ、在韓日本大使館前で世界連帯集会や超文化祭などの集会を開き、昨年末の慰安婦問題をめぐる日韓合意の無効などを訴えていく計画だという。これについて、韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。全国の小中学校、高校、大学に設置を義務化しよう。応援する。そう来なくっちゃ。全国の自治体に最低1体は建てて、日程の歴史を後世に伝えていくべきだ。全国に少女像を設置したら、韓国もベトナムで起こした問題について許しを請うべき。大統領と日本の首相の一方的な密室交渉に勝つ方法は、とにかく少女像を新しく建て続けることだ。世界のあちこちに建てよう。反省も保証もしない日本に思い知らせるためには、これ以上の薬はない。大統領府と国会議事堂にも一つずつ。こういう予算なら惜しくない。たくさんの外国人観光客が見られるようにチェジュ島にも建てよう。独島日本名竹島にも建ててくれ。